続きましては軽快なスピードで芝前で重賞を3勝したシルポートです。父はホワイトマズル、母の父はサンデーサイレンスです。現役時代は父譲りの成長力と圧倒的な速さで8歳まで大きな怪我もなくマイルから中距離路線の第一線で走り続け G2 マイラーズカップ連覇を含む重賞3勝と息の長い活躍をしました。現在の日本競馬にマッチするスピードとハイペースで逃げてもバテない持続力を持ち合わせたシルポートの産駒はこれまでに4世代がデビューしましたが決して多くはない産駒の中から中央では白山チコちゃん、白山フエロ、白山カイザーが勝ち馬に、地方競馬ではデビューから4連勝で石川ダービーを制するなど11戦8勝2着1回3着2回の白山アマゾネス、金沢プリンセスカップを5馬身差で圧勝した白山フラワー、九州ダービー栄城賞4着のザ・ワールドなど22頭が勝ち馬となっており、これからさらなる活躍が期待されるところです。本馬は芝のマイル競争を得意としておりましたが、父ホワイトマズルからは芝ダート、距離の長短を問わず活躍馬を出す万能種馬だったことから、あらゆるジャンルで走る産駒を出す可能性も秘めております。今年度の種付け料は受胎確認後30万円または産駒誕生後50万円となっております。以上、シルポートでした。